皆さんこんにちは、ズブです。今回ですね、ギルド大会をね、戦っていこうかなと思います。まあ、今日ね、ギルド大会予選2日目なんですけど、まあ、なんと、孫悟鳥さんとマッチングしております。で、僕は孫悟鳥さんにね、まあ、攻めていこうかなという感じにはなっているんですが、まあ、かなり、まあ、チーム自体は劣勢ですね。今ね、お昼の16時なんですが、こっちが一防衛の状態で、お相手さんがね、もう3回も防衛されてしまってるんで、うん、ちょっと、チーム自体はかなり厳しい。防衛がね、本当に硬いですね。うん、で、まあ、チーム自体は負けそうなんですけども、まあ、ここでね、まあ、なんとか勢いつける160ポイントをね、狙っていきたいなと思っています。僕の予想なんですけど、まあ、僕もね、動画にした、ソロが魔法ステを、ま、確定で、ユーマ人バランに入れて、メダパニ対策とか呪文対策といったところをね、してくるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、なんで、ソロが中央の一番後方で、その前の前にバルザックを置いて、うん、で、他が、ま、ユーマ人バランが前に出てきて、一番遠くなって、魔法ステがユーマ人バランに入って、で、他の2体は、まあ、配置的にうまいことケアしてるような感じになっていると予想はしているんですが、いやね、かなり厳しいですね。僕の編成って、僕呪文が強いキャラ多いんですよ。まあ、なんで、ソロの魔法ステを確定で使えるっていう配置がかなり苦手でして、まあ、物理とか大義で組んでいくと、あんまりね、ダメージも通らないんですよね、僕の編成だと。特にユーマ人バランを落とす術がなくて、やっぱりね、自分の、まあ、得意な戦術を、まあ、ご利用していこうかなと。まあ、なんで、呪文キャラのポップ、マーム、まあ、ロテヌ社の不死鳥、天雷ってところを活かして戦っていこうかなと思ってます。で、リューマ人バランが魔法ステ入ってしまった場合も、一応ね、電電竜の枠乱の域で確定ではないんですが、まあ、大体 90% ぐらいかな。で、狙っていけるんで、まあ、ここはね、編成的に、まあ、運要素ですが、狙っていく感じにしております。いや、めっちゃ緊張しますが、頑張っていきましょう。では行きます、戦闘開始。配置が、まあ、こんな感じになってますね。まあ、僕の予想とバルザックの位置は違いますが、まあ、シールド小僧を置いて、やっぱり確定で魔法ステが、この配置だとバランに入るようになっているような感じですかね。まあ、ということで、バランは、まあ、釣っていって、枠乱の域で混乱に入れていく感じで作戦を考えていこうかなと思います。ということで、まずね、作戦を考えていきます。はい、ということで、ちょっとね、作戦を考えてきました。めっちゃ長いことを考えましたね。30分くらいかな。で、一応ね、この配置だとソロがね、やっぱりユーマ人バランに魔法ステをかけに行くんですが、まあこれはもうかけさせて、後ろに下がってもらおうかなと。で、ユーマ人バランはスカラとか習得してないので、まあ前に出てきてもらって、で、そこを、電電流で、枠乱の域でね、混乱に入れていこうかなと思います。まあ、ここの確率は 100% じゃないんですが、まあ、9割型入るんで、まあ、ここはね、ちょっと強気に行きます。で、こっちね、1番手、2番手、4番手、先手取ってるんですけど、あえてね、1ターン目は全員その場待機といった感じで行こうかなと思います。で、神竜は3歩前に出てきて、ゴッドブレスを、ロトの勇者で、受けていくように釣っていきます。ちょっとね、スカラ習得してるんで、こっちはね、ダメージを受けないと、前に出てきてくれないといった感じになっていますね。ですが、ゴッドブレスに関しましては、浜辺の天セラフィーで回復していくような感じですね。いや、枠乱の息が入るかどうか、ここめっちゃ重要ですね。で、神竜は、一応ポップで、休みを狙っていくような感じになります。1ターン目の立ち回りとしてはね、ここの 80% 休みっていうのも、まあ、狙っていくような感じになります。ここはね、入らなくても、おそらく失点はしないのかなと計算しております。よし、ということでやっていきましょう。めっちゃ緊張しますね。多分動き的には合ってるはず。ソロは後ろに下がってもらって、いけるかな?よし、では行きます。戦闘開始。いや、緊張する。いや、僕ね、配信者さんと戦うの初めてなんですよね。なんで、すごい緊張があります。まず、天使のビッグウェーブで全員の一体性を上げていく。で、ソロは、アストロン使ってもいいんですけど、まあ、バフが消えたくないんで、ここは待機していきます。で、ソロは、魔法ステをかけに行くと。で、マームは、この場で待機しておきます。で、神竜は、ゴッドブレスを、ロトの勇者。で、ここは、セラフィーで回復していきます。で、
ポップなんですけども、リューマジンバラの射程がこのようになっていて、まあ、ダメージを受けなくても、スカラ習得してないんで前に出てくるように調整されているので、ここはこっちまで移動して、まあ、イオでね、ダメージ狙っていってもいいんですけど、まあ、あんまり通らないんで、ここは休み 80% 狙いっていうのをやっていこうかなと思います。まあ、これは 80% なんで入るでしょう。いや、入らない。くっそ、マジか。いや、まあでも入らなくてもいけるように一応ね、作戦は組んでいるので、多分大丈夫なはず。で、枠乱の域、これは入らなかったら、下手すれば負けまでありますね。で、ここであればソロの攻撃は、123の届かないですね。いや、これは入らなくても大丈夫だと思っていたが、入らない、いざ入らないとなるとかなり焦りますね。枠乱の域狙っていきましょう。これは入らないと負けます。さすがにどっちかを入るっていう計算。よし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 。混乱は、まあ無事入っていくと。で、これがね、身代わりされてしまうのが、まあちょっと不安要素やったんですけど、神竜が休みであれば、まあまあと思っていたんですが、これはどうするか。まあ、セラフィーサンシャインのロトの勇者の雷の剣戦でもう一回 80% 休みを狙っていくっていう手もあるんですが、ちょっとね、バルザックの必中の衝撃波も怖いっていうのがあるんですよね。まあでもこれはサンシャイン狙っていきましょうか。主張天雷とポップでバルザックを落とすいきましょうかね。とりあえずこれはサンシャイン打っていきます。よしね、打っていきましょう。で、ロトの勇者は、まあ、不死鳥天雷とポップでバルザックを落とす、まあ、ゴッドブレスはね、多分全員耐えれるはずなんですよね。で、バルザックは行動されたくないので、そうですね、バルザックの衝撃波食らうことを考えれば、まあ、休みのリスクっていうのも、まあ、ほとんど無効なんですけど、セラフィーが、まあ、休み当倍ですかね、 20% のロト入社は無効なんで、まあ、ほぼほぼ大丈夫だと思うんですが、 20% は怖い。バルザックはポップで落とす。まあでも龍魔神バランが、これおそらくね、神竜を叩きに行ってくれるんじゃないかな。そうすれば神竜の一歩下は塞がれるんで、オーロラブレスの被害が抑えれる。いや、そうしよう、めっちゃ悩んでる。今ね、もう10分ぐらい悩んでるんですけど、不死鳥天雷、イカズチの剣戦休みが入らない場合は壊滅しちゃうんで、よし、打っていきます。これは仕方がない。不死鳥天雷打っていく。ちょっと苦しい感じがしてますね。龍魔神バラン、どっち殴りに行く？オッケー、ここですね。で、ここでオーロラの、これは計算通り、オーロラの位置を防いでいって、で、この配置だと、おそらく、ロトネーションの前に来てくれるはずなんで、そこを、メドローアで貫いていく。で、神竜がオーロラブレスを、おっと、そっちか。これは読み違いましたね。3体巻き込んだ方がダメージ出ると思ったんですが、まあそっか、ポップがメラヒャド激減で、オーロラがダメージ取らなくて2体巻き込みに行った感じか。これは、ミスりましたね。マームを一歩左にしとけば確実やったかな。これちょっとミスりましたね。バルザックがメドローアでしか落とせないような状況になっている。これ結構まずいな。イオでね、落とせるとよかったんですけど、ギリギリ届かないですね。いや、これ結構まずいですね。どうしようかな。バルザック受けていくしかない。いや、めっちゃ迷ってるんですけど、これね、ちょっとかなり厳しいですね。何かしらの運要素は強いられることになる。で、僕の考えてる中では、一番リスクが低いのは、バルザックの衝撃波で、セラフィーが休みに入らない。ですね。これが一番リスクが低そうではある。で、ロトの勇者アストロンでポップ守って、ソロは、セラフィーはね、先に逃げれるんで、休みに入ってなかったら。で、ソロはワンパン対象がいなくなってしまうので、ロトの勇者に対してギガソード。いや、これはこっち狙いましょうか。休みは入らないことを願いましょう。20% 休みが入らない作戦。さっきね、80% 休み外したんで、ここの 20% 入らないでしょう。ということで、まあ、ポップは休んでも大丈夫ですね。狙っていきます。いやー、これほんまに頼みます。お願いします。とりあえずメドローアで神竜を落としておく。
オッケーですね。で、バルザックが衝撃波来るんですけども、これで、シャヒが休まない。うわぁマジか。嘘。いやーこれは厳しい。運要素ありの作戦を取ってるとはいえ、下振れに下振れが重なりまくっている。どうするか。これはちょっと考え直しが必要ですね。これで休みが入れなければ、まあ、160というところをね、狙っていけたかもと思っていたんですが、とりあえずデンデンは逃げていく。ということで、ここで待機しておきましょう。こっちでいいかな。ここで待機しておく。こっちに逃げておきましょうか、一応。で、3ターン目。まあ、セラフィーが休んでいるんで、もうこれは仕方がないですね。で、アストロンでポップを守っていこうかなと思ったんですけど、セラフィーが休んでしまったんで、おそらく、セラフィーにビッグバンソード中心のはずなんですよね。ポップはギガソード、どっちにしろ食らわないはずなんで、もう守らなくていいっすね、これは。これもし誘導ミスってね、散歩しないにてギガソードとかなれば、ポップが落ちちゃうんで、もうその時点で負けすらちょっと見えてくるんですよね。安牌で行くんであれば、アストロンをポップ、なんですけど、まあ、そうか、この配置ですね。この配置にすれば、まあ、確実にビッグバンソードにはなるんですけど、ただこの配置にすると、ポップが、この位置に入りたいんで、ソロとバルザック同時に巻き込めないんですよね。ってなると、やっぱり厳しいか。いや、これね、今もう30分戦ってますね。どんだけ長い間考えてるか。これでビッグマンソードを、セラフィーに打たせる。まあ、ロトに打たれたらロトに打たれたで、全然構わないんですけど。まあ、ロトに打った場合は、ロトの位置が開くんで、そっからポップでバルザックと一緒に落としていけるんで、ロトに打ってもらうのがベストですね。で、セラフィーは耐えていってって感じか。ということで、これ不死鳥天雷打っていきましょう。打つ。で、ビッグバンソード、2歩下に来て、打ってくるはず。オッケー、これは計算通り。どっち中心だ？ロト落としてくるか。あ、ロトが落ちると。であれば、マームで、マダンガンフルバーストからの、1.5 倍ポップの、イオで、まあ、ギリ150はいけた感じかな。これ落ちるはず、さすがに。オッケー、勝ちましたね。勝ったけど150か。いや、まあ、運要素はかなり嫌われた感じですが、まあ、僕の作戦が良くなかったかなということで、対戦ありがとうございました。で、追撃で落ちると。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今ね、録画時間が34分ということで、まあ、試行時間除いて34分戦ってるんで、合計で1時間ぐらい戦ってますね。ということで、やっぱりね、80% 休みが新業に入らなかったことと、まあ、20% 休みが、セラフィーに入ってしまうっていうのは、ちょっと運が悪いんじゃないかなと思いますね。ただまあ、僕の実力不足っていうのは、まあ、大前提ですけど、まあ、悔しい戦いにはなりましたね。まあ、ちょっとゴジョンさんの点数何点かまだわからないんですが、まあ、なんとか150点で勝っていけたらなと思います。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。